一旦こっちから回って、はい、後ろから、おぉ、カッターナイフディフェンス、そこです、オーケーいますね、これ多分。ふっ、よいしょー、素晴らしい。ハンドガンとかに関しては、ほとんど軽量取りが一択やろ、みたいな。見てほら、これ。見た?みんなこのレート力。はい、どうも、ザネダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、なんかね、最近のメッセージで変なのが追加されてるんですよね。この右斜め下。おそらく、ま、その9月の7日とか、それぐらい前から実装されてあるらしいんですが、ちょっとま、先行プレイで MW 離れてたので、ま、久々にね、こういうバンドル系のね、紹介やっていこうかなと。購入ページからこちらに飛んできたんですけど、こちら無料なんですよね。これさ、前からありましたっけ?いや、多分あるんだろうけど、僕初めて知ったんですよ。あれかな?デラックスエディションだけの特典系なのかな?だってさ、ここで0円するぐらいだったら、普通にほら、こっちのストアの方で無料っていう形で出した方がみんなね、ダウンロードというか買ってくれるわけじゃないですか。0円だけど。なんでこっちのわざわざ見にくい方で表示してるんかね。はい、とりあえずまあ、サッカー選手っていう、もう何?まんまの、キャラスキンと、あと工場長的な、工場長じゃないわ。まあその工場とか働いてる人ですよね。が、追加されております。これハンドガン結構面白くてさ、ほら見て、定規がついてるんよ。物差しみたいな。だからこれもね、多分弾の色変わったりとか、あとこれに関してはカッターナイフじゃないですか。っていう形でかなりね、面白い系のバリアントなので、二つね、早速獲得していこうかなと思います。まあ、そろそろね、シーズンが変わる前だったので、多分シーズン変わったら獲得できないんですよ。いやー、よかった。あ、これプレイステーションから直接買うってことか。あ、じゃあこれ PS4 の、あれ限定的な ?PC はないけど PS4 限定的な感じですね。うん、いいね。プレイステーションプラス加入者のみっていう。はい、購入。デラックスじゃないんだ。じゃあ PC の人はこれがゲットできない PS4 限定ということで、やったね。で、こちらも購入していきましょう。なんかまあ、こういうのも今後ともね、やってほしいね。購入済み。はい。よいしょさあ、ということで、久々に AUG と、こちらの、まあ、ハンドガン使ってもいいし、近接武器のカッターナイフの方も使ってもいいと思うんで、いろいろとやっていこうかなと思います。はい、ということで、これからもね、コールオブデューティー MW の動画上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くようにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、早速、シュートザシップやっていきたいと思います。こちらがサッカーボールの AUG。はい。なんかブツブツついてますよね。まあ、コーティング的なことがされていると。そしてお次、こちらのカッターナイフ。まあ、カッターナイフならではの歯ポキッと折るところがついてますね。ちょっと爆速回復。味方一旦スイッチしよう。よいしょ。いや、これカッターナイフで殺せるのいいよね。できればさ、これは2発キルとかにしてほしかったな。なんか、面白い要素としてさ。いや、またそれ無理。ちょっと爆速回復。カッターナイフってマジ。殺せへんやろ、その首元とかじゃないとさ。だってこんなんね、腕とか刺したところで知らへんやんっていう。いや、刀に刺されたことないけど、さすがに、この刃渡りじゃ致命傷いかんやろっていう。オッケー、ナイス。さあ、一旦リロードしつつ、C4 展開。オッケー、いっぱい殺していきましょう。さあ、からの UAV 出していきつつ、ちょっと刀で殺したいな。これ多分左から来るっしょ。カモン。カモン。へっちゃっと。TTK が早すぎる。一応ね、次回作、ブラックオプス、コールドウォーあるじゃないですか。あれのタイムトゥーキル、TTK なんですけど、どれぐらい溶ける速度があるかっていうのを測ってくれたらしいんですよね、海外の方が。で、検証したところ、BO2 に近いとか、BO3 に近いみたいな感じの溶け速度だったらしいんですよ。そう。MW がやっぱ過去一早かったらしいんですよね、そこら辺。いやー、それは無理か。そう、だから、銃のブレ方とか、見え方はやっぱ MW に近いんで、次回作の BOCW の先行プレイ、MW と何が違うの?みたいな、言ってる方いたんですが、まあやっぱり溶け方はもう完全 BO スタイルなんですよね。そう、だから BO2 にすごい近いものになってて、まあそこら辺はまあ硬いゲームができるって感じではあるんですけど、やっぱ MW 慣れした後だと、やっぱね、なんかこう、クソエイムが目立つというか、こう、初心者だったら辛いよねっていう。そう、最近サプレッサーをですね、サバゲーの方で自作しまして、まあ、3D プリンターで作った、サプレッサーの外観を使って、まあ、中にサプレッサー消音剤を、まあ、入れるんですけど、まあ、それを入れ込むときに、このカッターナイフをですね、使って、その用のやつに肩切り取るわけなんですけど、いやー、懐かしかったな、このパキって折る感じ。ちょっと癖になるよね、折る感じが。っていう、クソドドムいう話は置いといて、カッターナイフでキルさせてほしいんだよね、私は。UAV 出していきつつ、ここ絶対折るから、スティームショット一回使って爆速。えぇーまっ
ティブショット使ってる時にお前殺さんでいいやんけ。てか耐えてくれ。なんかそういうの欲しいよな。あの AW であったじゃん。なんか体力硬くなるよみたいな。よし、刀吹ける。おい、サスモーションないんだね。あるのかな、どうなの。ちょっとサスモーション試したいな。そう、 AW 体力ちょっと硬くなるよみたいなあったじゃないですか。あれ欲しいなっていう。あれあったらほらね、 SR 例えばこのロングとかもすぐ撃たれず刺し殺せるというか打ち合いができるみたいなね、欲しいよね。スティムショット一旦爆速回復しつつ、いける、おらへんな、大丈夫、いける。いや、これバレてる、バレテーラなんで一旦こっちから回って、はい、後ろから、おお、刺し殺すモーションはないんだ。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。どうしよっかな。敵発見し行ったふりして見る。で、ここで待つ。カッターナイフディフェンス、そこです。オッケー、決めていくんです。さあ、ではこれ中いますね。あ、待って、外周いるわ。これは一旦スティムショット使いつつ、はい、回復。ちょスティムショットやってる間振るよお前。え、これスティムショット刺しながら振れへんの。あ、今更か。あ、そうなんだ。俺初めて知ったわ、これ。え、スティムショット刺しながら腰打ちはできんじゃん。あ、できないんだ。なるほどね。あ、そっか、あれか。両手武器あるもんね、あの、ナイファーが。そう、だからスティムショット刺しながらだったら右だけね、両手武器振るとかできないからな。そっかそっか。なんかあの、今日は妙に納得できる日でしたわ。いやー、楽しい。おるな、敵。そこ、後ろから刺し殺す。オッケー。お前も殺す。ナイス、味方カバー。やってんね。いや、結構カッターナイフでキルできたな。いますね、これ多分。ふっ、よいしょー、素晴らしい。でもなんか、軽く、プシュって刺してるからさ、死んでくんないよね。おもちゃで戦ってるような感じだもんな。やっぱ致命傷を与えるさ、この首元ガシューとかさ、突き刺してこう、ちょっとえぐり込むような感じ。ちょっとなんかモーションで欲しかったよね。普通のナイフとは違って。はい、ということで、まあ、キルに、まあ、ナイフはちょっと使いながらだったんで全然いいんじゃないかなと。では次、ハイドアウトのチームデスマッチやっていきたいと思います。さあ、お次はこちらの M19 です。ね、オッケー。さあ、後ろいますね。こんにちは。いや、弱え、マジでこれ、M19。一応こういう形で、工場コンセプトなのかな、工具コンセプトなのかな。まあ、あの、サプレッサーがほら、ダイヤルついてるじゃないですか。なんかこう、メモリがついてあって、なんかあの、数字が書いてあるんですよ。で、マガジンのところがこう、リサイクルマークが書いてあって、ほら、わかるかな、なんかこう、リサイクルしてねって、マガジンは再利用してね、みたいな感じなんでしょうね。で、あと、まあ、その他で言ったら、まあ、定規だとか、バーコードだとか、まあ、いろんなところがついてあって、一応リロードするとこんな感じで、まあ、弾薬ちょっと見えないんですが、まあまあ、普通のなんか面白コンセプトのハンドガンになってるんですけど、弱すぎるマジこれ。あのレートがさ、やっぱあの軽量トリガー、ライトウェイトトリガーつけないとマジで弱すぎる。これ買ったけどさ、マジあのきつい。いや本当にレート遅いとこんなこの武器弱いんだっていうのを初めて。もうレート、いや弱すぎるマジで、レート弱すぎる。ちょっとエイムもあったかもしんないけど、こんなのもうねえ、それは使われへんわ。こんなライトウェイトトリガーつけな。いやあのね、みんな薄々気づいてると思うけど、ハンドガンのバリアントってほとんどがあれなんよね。軽量トリガーなんよ、実は。バリアント見てみんな。ほとんどは軽量トリガーか、ちょっとまぁ、マチトリガーも多少あるぐらいで、ほとんどが軽量トリガーなんよ。だから軽量トリガー使えないとね、ダメっていうのがもう、何？運営も知ってるんよ。軽量トリガーつけないと売れないみたいな。もう、だから公式からはもう軽量トリガー以外クソっていうのを、ね、もうやってるようなもんなんですよ。これじゃあ軽量トリガーつけますよ。もう拡張マガジンっていう超重要なところ外して、はい、軽量トリガーいきますよ。マジでね、MW なんだかんだそのデメリット考えてっていうのがなかった気がするんだよな。こういうハンドガンとかに関しては。ほとんど軽量トリガー一択やろみたいな。見てほらこれ。見た？みんなこのレート力。一応これレネッティの次ぐらいに早いんですけど、で、やっぱレート早い銃のね、軽量トリガーえぐいなみたいな。で、大体みんなこれつけちゃうからな。はい、これは腰打ちからのここ。オッケー、腰打ちマンズピーポー。で、後ろいるので、しっかりと見て、撃つんです。オッケー、強い。で、ちょっとね、1バレしちゃってるので、これはスティムショット爆速回復しながら、ナイス味方カバー。いますね。はい、スナイパーくんカット。いや、見たほら、このテンポ感の良さ。ハンドガンでこれですからね。右から来るかな。多分こっち来るよね。大丈夫それ。おお、ジャガノがいる。さあ、UAV 出していきながら、どうしよう。マップでちょっと映ってんな。かも。顔出すか？いや、エアストライクバチバチ決まってんな。おった。はい、これを打ち合いですよ。ナイス。で、さあ、至近距離はハンドガンの方が強い時がある。こんにちは。強い。いや、レート爆速だな、マジ。はい、よいしょ。さあ、ストッピングパワー弾使いつつ、ロングインのかな。やべえ、真正面で打ち合いたいよ。大丈夫そこ。なんかおるよ。ステムショット爆速回復からの、ハンドガンで殺す。オッケー、この強さ。まあ、ぶっちゃけデザートイーグルもそうだし、リボルバーとかもほとんど軽量トリガーじゃないですか。あれ結構問題だよな。おい、顔出せ。いやー、はい、C4 でとどめの一撃。ナイス。おる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 。上おるよ。一発当てしたよ。おい、撃たれたじゃねえんだよ。オーケー。
さっきロングおったんか。さあ、遠距離は、いやー、これバレたくないな。おるおるおる。これごめんやけど、au で使うで。無理。さあ、とりあえずまあ、軽量ドリガーつけたらどれぐらい映えるのかって分かったので、ちょっとこっちのカッターナイフ使おうかなって思ったんですが、点差がちょっと点差でした。いやーまあいいや。とりあえず工具の方のハンドガンがね、どれぐらい、まあ、軽量トリガー使ったら化けるかっていう、その、M19 の、カスタマイズ動画でしたね。はい、一応まあ、カッターナイフ同様ね、ちょっと面白、おかしな工場カスタマイズがされてますので、まあ、ぜひぜひ皆さん、こちら無料ですので使ってみてください。はい、ということで、これからもね、コールオブデューティー MW の動画上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。